大根島第二溶岩水道入り口。2021年3月26日撮影。大根島第二溶岩水道は、島根県松江市安塚町寺津にある国の天然記念物に指定された溶岩道である。1933年の道路改良工事の際に偶然発見されたもので、地元では流景道と呼ばれており、 発見から2年後の1935年6月7日に国の天然記念物に指定された。国の天然記念物に指定された溶岩洞穴は日本国内に全13件あり、そのうちの大半を占める11件が富士山山六の山梨、静岡の2県に集中しており、残りの2件が島根県の大根島にある。 大根島第二溶岩水道と大根島の溶岩水道である。同じ大根島にありながら第一溶岩水道とは異なる洞窟形態であり、第一溶岩水道が溶岩流の停滞によるガス溜まりによって作られた空洞であるのに対し、第二溶岩水道は溶岩流の表層が固まった後の内部流動によって形成されている。2004年に行われた 綿密な調査研究の結果、洞窟内溶岩流出口、言い換えれば洞窟内河口を持つ、極めて貴重で、日本国内において、他に、例のない希少な形態であることが判明した。同じ大根島にある国の特別天然記念物の大根島の溶岩水道は、立ち入りが禁止されているが、本記事で解説する大根島第二溶岩水道は常時施錠されている。 ものの、事前の申し込みにより見学可能である。大根島第二溶岩水道松江市大根島第二溶岩水道の一道口を北側から撮影。正面に見える建造物は松江市立義務教育学校や塚学園。画像右端の少し高い場所がスコリア級の宇塚山。千二十一年三月十六日撮影。大根島第二溶岩水道は、 大根島のほぼ中央の起伏の穏やかな形が広がる島の中央を南北に循環する2車線道路沿いの西側に位置している。この溶岩洞窟は1933年の春、大根島南部の波入地区から道東北部の寺津地区の南北間を結ぶ道路の改修工事の際、地中にあった洞窟内の天井部が開港したため偶然発見されたものであるが、 それ以前にも付近の路上を車両等が通過すると、市中から反響するような不気味な音が聞こえ、住民は不信を抱いていたという記録が残されている。翌年の1934年8月4日に、東京帝国大学の地質学者である脇水哲五郎による現地調査が行われ、1935年6月7日に国の天然記念物に指定された。 洞窟発見当時は天井の開口部からロープやはしごなどを利用して洞窟内へ入っていたが1960年代後半ごろに今日見られるような開口部の周囲を石積みで囲み洞内へ下る階段と鉄格子の扉を設けた出入り口が作られた洞内へ降りる階段2021年3月26日撮影 大根島のある旧八塚町の教育委員会は2003年、島内にある国の天然記念物に指定されている2つの溶岩洞窟についての調査を、富士山火山洞窟研究会へ依頼委託した。富士山火山洞窟研究会による調査は、同年8月29、30日の両日、特別天然記念物に指定されている大根島の溶岩水道から開始されたが、その際に、 第二溶岩水道について簡易的な予備調査が行われた。この第二溶岩水道のある場所は周囲よりわずかではあるが小高い丘の頂部にあるためすぐ南西方向に見える大根島の最高標高点の大塚山を形成した火山活動とは異なる火山活動によってできたと考えられた。簡易調査では第二水道の所在する地点の小規模な地表の盛り上がりが 溶岩の流出によるものなのか、地下のがスクードによって持ち上げられたものなのかは断定できなかった。ただし、第一溶岩水道と第二溶岩水道を構成する溶岩は同じ玄武岩の溶岩であっても全く同一の玄武岩ではないことがわかっており、大根島では多数の溶岩が流出している。翌2004年7月16日に富士山火山洞窟研究会は、 NPO 法人火山洞窟学会に名称が変更され、同年8月10日から12日、同18日の4日間にかけ、大根島第二溶岩水道の詳細な調査と簡易測量が行われた。大根島第二溶岩水道は、直線上の本道と営道から分かれた円形の指導があり、起点に基づいて算出された、総延長は115.5メートルである。 人工的に取り付けられた出入口の階段を下ると、本堂が左右に伸びており、右方向へは10メートルほど進んで一段下がった円形の溶岩溜まりで終わる。この円形溶岩溜まりは、神溜まりと呼ばれる場所で、この溶岩道形成の起因となる溶岩流出口であって、極めて珍しい洞窟内の噴火口であることが判明した。詳細に観察すると、 溶岩が噴出していた頃、この場所は天井が内小規模な噴火口であったが、噴出活動の収束に近づくと溶岩の噴出量が不規則となり、噴出口の周囲の壁に次々に液状溶岩が上塗りされるように重なっていき、やがて蓋をするような形で天井部を形成したため、外部へ流出しなくなった溶岩がガス溜まりの空洞内部に流れていき、今日見られる、 本堂を形成したものと考えられた。大根島第二溶岩水道に見られる天井の存在する加工と直結した火山洞窟は火山洞窟が多数存在する富士山周辺を含め日本国内では本堂以外では確認されていない。大根島の溶岩水道と第二溶岩水道の位置を記した空中写真。大根島の溶岩水道は 大根島南東のおそこを港近くにあり、第二溶岩水道は、島の内陸中央部にある。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成出入口の階段を折り左右に伸びる鋭道は、高さ約2メートル、幅は3メートル以上あって、右側の紙溜まりから、左方向へ、溶岩の流れた痕跡が鮮明に残されている。 階段下部付きあたり付近の営動の壁面には五線の棚と呼ばれる棚状の形状があり、その棚と洞窟底面との間の壁面は洞窟形成活動中で最も低い粘土の溶岩が壁面に沿って固結したもので、美しい曲線が残されている。営動のその先は危険防止のために、今日は一般の立ち入りが禁止されているが、五線の棚より三十メートルほど進むと、 右側の壁に円形トンネルがあって、その奥に天台、ウブヤと呼ばれる、かつてはガスだまりであった洞窟空間が形成されている。A 道から B 道に通じる指導である円形トンネルは洞窟形成時に発生した火山性ガスの通り道になった移動路で詳細な検証の結果、B 道空洞に溜まった高圧ガスが圧力によって 円形トンネルを作り営動へ突き抜け、火山洞窟学用語で、パラレルラインと呼ばれる溶岩昇乳がガス圧によって押しやられ、平行線上の跡を残すガス移動の証拠となる痕跡が営動の天井部で確認された。このパラレルラインは営動の上流部にあたる、上たまり方向に向かって天井部に溝状のラインとして残されている。また、同時に行われた 生物省調査により、道内で14種以上の生物群が確認されており、そのうち新洞窟生物の可能性のあるものとして、光線菌の一種、ダニメの一種、京都メクラヨコエビ、コムカデの一種、トビムシメの一種の5種が確認された。また、チビゴミムシアカの一種で、本堂固有種である岩田メクラチビゴミムシの7匹目が採集された。 本堂周辺の大根島中央部付近には小規模な高台盛り上がりが観察されるが、第二溶岩水道のある小規模な高台の成員は、上溜まり加口の形態観察により、噴火の収束時に噴出していた溶岩の盛り上がりであることが判明した。また、隣接する松江市立義務教育学校や塚学園の敷地内には、ガスタマリ空洞の小規模な陥没が存在しており、 大根島の地中には多数の空洞、洞窟が生成されているものと考えられている。大根島第二溶岩水道は常時施錠されており、無断で立ち入ることはできないが、事前に松江市観光協会厚課町支部へ見学の希望を申し込むことにより、島根県自然観察指導員同行の上道内の一部を見学することができる。ありがとうございます。